今日はですね、人生初の、R18 禁のゲームの体験版をやっていこうと思いますよ。まあなんでこれになってしまった、こうなってしまったかと説明しますと、まあまず今日夜配信するにあたって、いやー今日何しようかなーって、いやポケモンやってもいいけど、ポケモンは夕方にやってたから、まあみんなの大切なお正月をどうやったら楽しくすることができるだろうかで、できるゲームは何かなーって思って、ブワーってそのやってもいいゲームのリストみたいなのブワーって見てて、そしたら一番最後にR18みたいな感じ書いてあって、これやってなってあ、やってみようと思いました。 L ゲーは、あのお礼も見てたら、なんか一回はなんか憧れるっていうか、 L ゲーってやってみたくなるよね。そう、でもなんかまあ当時、まあ学生だったねには、なんかとてもね、まさかね、家族で共有してるね、あのパソコンでね、 L ゲーをね、まだできない年齢で手に入れてくることもできなくて、大人になったアダルトレディネネチならいけるだろうと。大きければ大きいほどいい。あれ、公式チャンネルさん、え、本物ですか。体験版でもちょいちょい危ないシーンがありますので、バンされないように気をつけてくださいね。ありがとうございます。大丈夫です。カブトムシ用意してきたんで。頑張って、ネネがアウトと判断、ネネのラインを超えたら隠していきたいと思います。楽しみにしています。初めてのエッチなゲームを楽しんでいきたいと思います。ブー。バカ！変態！うるさい！もう知らない。もう知らない。バカ！変態！ド M だね。You are 変態！変態！うるさい！もう知らない！もう知らない！ピアン。